サビアナ超綺麗ですよね。こんな感じでエッジがとても綺麗ですね。とても綺麗ですね、この赤い発色が。はい、まずね10ポットのセット販売がこちらになります。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は私たちが去年の10月に種をまいて育てたテーレスのエケベリアの現在の様子とセット販売の商品紹介をしていきたいと思います。後ろにねたくさんもね用意はしてあるんですけども、こんな大きなエケベリアの苗なんてとてもびっくりしますし、めちゃめちゃ可愛くなっているので一つ一つ紹介していきたいと思います。今回のセット販売はケースの未消のセット販売なので、ちょっとね値段もお高くなる部分はあるかと思うんですけども、なかなかまとめて購入がすることができない品種原種がね結構あったりするかと思いますので、もしよかったらこの動画を見ていただいて、私たちのガーデンパーティーのサイトに飛んでいただいて購入してもらえたらとても嬉しいです。またね、見るだけでも未消っていうのは種をまいて育てた苗のことなんですけども、未消だとばらつきがあるんだなっていうのもね一つの参考になるかと思いますので、最後まで見ていただけたらとても嬉しいです。では早速やっていきましょう。はい、ということで、ね、後ろにずらーっと私たちが育てた系列の未消の苗が並んでいます。実際ねセット販売の注意点なんですけども、数量限定で販売してますので、もしかしたらね買えなくなる可能性がありますので、そこはご了承くださいというのと、未消種をまいて育ってますので形とか若干ばらつきがあったりとか、苗の大きさとかも若干大きいのものあればちっちゃくなるものもあったりしますので、その辺はねご了承をいただけたらと思います。目安としてねこんな感じで販売になりますっていうのをですね見ていただけたらと思いますので、ぜひよろしくお願いします。では早速バーッとね見た後に実際に一個一個ね一品種ずつ見て説明をしていきたいと思います。ずらーっと苗が並んでますね。サビアナ超綺麗ですよね。こんな感じでセット販売の組に関しては一番最後にね紹介したいと思います。まずはね単体で一ケースずつねまとめてますんで、それを紹介していきたいと思います。はい、ではね一つずつ紹介していきたいと思います。こちら420番ヒアリナアフアルルコになります。こんな感じでねむっちりしたボディがとても魅力的なヒアリナになります。こちら411番フレージアナチワワになります。画面越しだと分かりにくいかと思いますけども、この尖った葉っぱとちょっと紫っぽいこの黒ずんだ様子がとても綺麗です。こちら416番スピタータサンロベルトになります。エッジがとても綺麗ですね。こちらねみんな大好きな427番ラウイになります。こちら七福神がとても有名なんですけども、こちらセクンダの種類でセクンダテランゴジドリア438番になります。続いてこちら、こちらもね同じセクンダ、こう見るとね若干の違いは分かるかと思うんですけども、431番セクンダのエルチコになります。こちら430番セクンダアクトパンになります。こちら434番セクンダマクダレナになります。次はこちら400番アガボイドスのエボニーになります。こちら433番セクンダハウハルになります。次はこちら437番セクンダブエブラになります。ピンクカットエッジが可愛いですね。こちら419番フミリスカマルゴになります。これね茶色っぽい尖った葉っぱが特徴的なエケベリアになります。こちら432番セクンダエルエンシスイタルゴになります。こちら404番アガボイディス
ロメオルビーになります。とても綺麗ですね、この赤い発色が。次がこちら440番シャビアナペレグリーナになります。こちらもねとても綺麗です。こちら423番ヒアリナサンルイスデラスパになります。こちら418番エレガンスエルチコ L92-01 になります。こちら403番アガボイディスロメオになります。こちら415番クスピタータパラスになります。こちら401番アガボイデスヒダルゴになります。こちら409番コロラータグランディティになります。こちら421番ヒアリナギーロになります。こちら412番クスピタータメンチャカになります。こちら429番普通のセクンダになります。こちら414番スピタータメチャンカザラゴーサになります。こちら428番リナシナライオネスになります。こちら402番アガボイデスマルチフィダサンフランシスコになります。こちら442番レアルデカトルセになります。こちら424番ギアリナサンタマリアアメリカーノになります。こちら435番セクンダミチョアカンになります。こちら417番ディフラクテイスパルマソラになります。こちら410番コロラータリンゼアナになります。こちら443番インギュラータハウハルになります。こちら426番ヒアリナトロントンゴになります。こちら439番セクンダシチューになります。こちら408番コロラータタパルパになります。こちら405番アガボイディスビラザラゴサになります。こちら441番ピンウィールタクスパンになります。こちら407番カンテフレスニロになります。こちら436番セクンダパシフィカグラウカになります。こんな感じでめちゃめちゃ品種があるんであれなんですけども、次はセット販売の10個セットと20個セットと35セットがありますので、こちらを見ていきたいと思います。はい、まずね10ポットのセット販売がこちらになります。こちらから441番ピンウェール、400番アゴボイディスエボニー、440番シャビアナペグリナコラータタパルパ、アゴボイディスロメオルビン、ケージアナチワワ、レアルデカトルセ、ウィングキュラータハウハル、ヒアリナサンルイスデラパスになります。最後がセクンダのプエブラになります。この10セットが10個セットになります。で、20個セットはこれに10個追加、こちらが追加されます。これに10個追加でこちらです。コロラータのブランディティ、ヒアリアのサンタマリアナアメリカーナ、ヒアリアのアフワルルコ、セクンダハウハル、セクンダマグダレナラウイ、アガボイディスヒダルゴ、セクンダエルエンシスヒダルゴ、クスピタータエチャンカリナシアのエオネス。10個セットにプラス10個の20個セットになります。最後に35セットはさっきの20個にプラス、じゃん、こちらを追加します。こちらアガボイディスロメオ、スピタータパラス、エレガンスエルチコ、ヒアリナヒーロ、セクンダセクンダエルチコ、セクンダティナンゴデドリア、デフランクティスパルマソラ、フミウスカマルゴ、スピタータメチャンカザラゴーサ、アゴボディスビラザラゴーサ、コロラータリンゼアナ、
パンテフレースニロセクンダアクトパンスピタータサンドベルト、これが35個セットになります。数量限定でね販売しようと思いますし、ちょっと高いと思うのでね、無理に購入はあれですけども、ケイレスの未生の苗がたくさん手に入るのはなかなかないかと思いますので、もしよかったらガーデンパーティーのサイトに行ってもらえたらとても嬉しいです。単体売りはまだちょっと考えてないですし、もしかしたら今後するかもしれないんですけども、ちょっとね繁忙期に入ってバタバタしてるのでどうなるかまだわからないんですけども、まずはねちょっとセット販売をしてみようと思いましたので、もしよかったら覗いてみてください。エンディングチャンネル、はい、ということで今回は私たちが1年かけて育てたエケベリアケイレスの未生苗の種類の紹介とセット販売の内容について動画を撮っていました。種をまいて育てるの今回初めてだったんですけども、この夏暑くて結構ねお亡くなりになった株もあるんですけども、その中でも元気育った株もありますので、もしよかったら購入してもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねともらえた方はぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしていますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれをおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。